はい、どうも、奥大輔です。まあ、シーズンオフはですね、いろいろな、こう、話題をですね、まあ、あれば、こう、喋るみたいな感じで、特にないときは、過去、今シーズン振り返ったりですね、まあ、何かしら、こう、いろいろお話をしていきたいなと思ってるんですけど、今日が12月の5日かな。で、あと3日後ですかね、12月の8日の日に、今年のですね、現役ドラフトが、まあ、第2回目ですね、去年が初めてでしたから、第2回のですね、現役ドラフトが開催されるということで、ちょっとね、それを、まあ、予想じゃないですけど、まあ、お話ししていきたいなというふうに思います。まあ、現役ドラフトってね、去年始まった、制度ですけども、現役選手、まあ、強制トレードみたいな感じですね。現役選手を、絶対に、一人取らないかんと。で、自分のチームからも、この人取っていいよっていう 名簿を出すわけですよね。まあ、二人以上ですかね。絶対自分のチームから取っていいよっていう選手をこう出すと。で、自分とこのチームも絶対どっかから一人取ってこないかんっていう、そういうルールですよね。だから12人は絶対移動するっていうね、ことです。まあ、一人以上なんで別に二人指名してもいいんですけど、去年は全球団一人ずつ取ったという、まあ、最初のね、試みということで、まあ、様子見みたいなところもあったのかもしれません。まあ、活性化するのがね、目的ですよね。要するに、まあ、飼い殺しみたいになってる選手を、まあ、ちょっとでもね、チャンスを与えてあげたいっていう感じですね。その、実力はあるし、とかね、もしくは実績はあるけれども、チーム状態、ね、チームのね、状況によって、出場機会がないというような選手を、こう、環境を変えることによって、こうね、チャンスを与えようかという、そういう、まあ、試みですよね。で、まあ、結果的には1年終わってみてですね、まあ、まあ、ご存知のように大竹と細川がま、大成功かなという感じですね。で、その一方で6人も戦力外になりましたからね。現役ドラフトで取ってきた選手のうち12人移ったうちの6人がもう戦力外でクビになったということですよね。で、残りの4人はまだ、いますけども、まあ、一軍で活躍したとはちょっと言い難いかな。まあまあ、出場はまあありましたけれども、活躍とまでは言ってないのかなという感じで。だまあ、その、元々のチームにいたら、この12人は ほぼ活躍の場がなかったわけですから、その中で、2人もですね、こう大活躍した選手が出たということですから、まあ、趣旨としてはまあ成功したっていうことですよね。何もなかったらそのまま埋もれてた中から2人こう発掘することができたわけですから、まあまあ、大成功と言っていいんじゃないですかね。その、12人移籍して2人大成功で6人クビになったということで、まあどう見るかですけどね、これは失敗と見る人もいるかもしれませんけど、僕はこれはまあ成功でいいんちゃうかなということですよね。2人も大成功が出たわけですから。で、ということですから、まあね、去年のその最初の試みにしてはまあ良かったんじゃないのかなと。で、まあ、意外とね、その、移籍したら、環境変わったらガラッとこう、活躍する選手が意外といるんだなっていうのも分かりましたので、まあ、今年は今年でまたちょっとね、各球団、こう、もう少し本腰を入れてですね、やってくるんちゃうかな。去年なんかね、どの球団もちょっと様子見みたいな感じでしたもんね。ただ、その中で、やっぱ阪神だけはですね、やっぱりこう、きっちりこう、なんていうんですかね、もともと目をつけてた選手っていうかね、そのずっと目をつけてた選手っていう形ですから、その辺もですね、やっぱりその、まあ、編成とか、スカウトとかですね、もしくは監督とかですかね、他の球団の選手まできっちりこう、情報をですね、集めてるっていうところは、まあ、さすがやなと。まあ、そういうのが、まあ、チーム力になってくるんだろうな、っていう感じですよね。大竹はもともと、まあ、目をつけてたわけですよね。まあ、岡田監督は後輩、早稲田の後輩ということもありますし、まあ、いいピッチャーなのになかなか出番ないな、いうことで、そのね、現役ドラフトのところにボン名前出たから、おっしゃ、ほら、もうもらったで、みたいな感じですよね。一方で阪神からは西武にですね、陽川が移籍をしまして、で、西武の方もいろいろとですね、まあ、バタついてですね、内野手が、少し人手不足にね、山川がこう出られなくなったりとかね、中村が怪我したりとかいろいろありましたから、ただその中でもなかなか出番がなくてですね、結果残せてないっていうのはちょっとまあ残念だなっていう感じですけれども、まだクビになってませんからね、陽川にも来年頑張ってほしいなっていうところなんですけど、で、第1回を終えて、それの反省を生かして、今年第2回が行われるっていうことですよね。まあ、若干のルールの変更はありますけど、ほぼ、去年と一緒ですね。各チーム、2人以上出すんですかね。2人以上名簿を提出すると。もしくは3人ですよね。ですね。まあ、その、埋もれてる選手を掘り起こすっていう趣旨ですから、もうバリバリ活躍してる人は、対象にならないんですよね。なので、年俸が5000万よりも下、5000万よりも低い選手が対象になると。で、5000万以上の人は、まあ、一軍で活躍してるからっていう、まあ、そういう趣旨でしょうね。
で、ただ一人に限り5000万以上1億円未満のね、選手も名簿に入れていいよと。ただその場合は、プラスもう一人、5000万以下の人を乗してねっていう、まあそういう、まあこの辺のね、要するにこうチームの状況によってですね、年俸高いけど買い下ろしになってる選手もいるっていう、まあそういうことだと思うんですね。そういう選手も別に出していいよと。でね、乗せていいよっていう感じですよね。で、まあ、他にも外国人選手ダメ当たり前ですね。外国人選手はね、契約の仕方が違いますから、外国人選手はダメということと、その年に入った人はダメですよね。まだわかりませんよね。その年入ってきていきなり現役ドラフトっていうね、わかりません。趣旨と反するということですから、それもダメということですね。で、FA を持ってる人、もしくは昔 FA 使ったことある人もダメですね。要するにその FA をもう取ってる時点でも活躍してるっていうことですから、まあ、いわゆる趣旨と反するということで、FM を持ってる人もダメということですね。だから大体その要するに、年俸5000万以下ぐらいの人で、チームの中で埋もれてる人っていうのをこう出しましょうということなんですよね。で、阪神は去年は大竹を取って大成功しましたからね、これはもう今年もぜひとこうね、いい選手を取ってですね、来年のこう、まあ、アレンパっていうね、ことが出てきましたけども、連覇に向けて、チームをね、さらに強固にしていきたいというところなんですけど、まあ、そこでこうだどういう選手を取るかっていうことですよね。今阪神にですね、足りていないところはどこかっていうふうにね考えた時にですね、まあ、だから去年もね結構びっくりしたんですね。左の大竹取りましたからね。左の先発ピッチャーって結構いるやんと思ってたんですね。あの左ピッチャーいっぱいいるのになと思ってたんですよね。ただそこ、まあ、大竹を取ってきてですね、大竹が先発に入ったことによって、逆に中継ぎがですね、左を分厚くできたっていう感じですから、まあまあ、 あの補強の仕方としてはまあ、まあ良かったので、まあ、まあその辺はきっちりとね、こう編成の中でこう話をして、こういう風なね、チーム構成にしようっていう風にきっちり話ができてたんだろうなというふうに思うんですよね。で、今年だから今阪神はですね、結構ここ数年の、まあ、ドラフト戦略とかね、補強の戦略とか外国人の戦略でバランスよくですね、各ポジションそれから各年代全部バランスよくまんべんなく選手がいて、でそこそこそれぞれの立場でそこそこ結果を残している選手がまんべんなくいるっていう理想的な今チーム状況なんで、その弱点みたいなのがほぼない状態なんですね、阪神ね。ここが弱いとかね、例えば、この年代の右ピッチャーがいないとかね、この世代の左打ちの内野手が少ないとか、そんなのがほとんどないんですね。大体の世代でもう それぞれの、ところに全部人がまんべんなくこう取れてるっていうね、まあ、素晴らしい、まあ、チーム構成なんですけれども、その中であえてですね、あえてここが薄いなっていうところを挙げるとしたら、抑えピッチャーですよね。抑えピッチャー、本当はですね、今シーズンは湯浅で行くという話だったんですね。もしくは去年はカイル・ケラーをね、抑え候補で取ってきたんですね。でも2人とも抑えにこう、こうフィットできずというかね、抑えが務まらなかったんで、結果的に岩崎がですね、代役で2年連続抑えをしたっていう感じですね。で、代役であんだけこう結果残せるっていうのは、まあ岩崎すごいなっていう話なんですけど、まあ、このまま代役のままずるずるとね、あの何年も何年もこうね、セーブを積み重ねるっていう可能性もありますけども、やっぱり抑えのピッチャーとしたらですね、やっぱりこう連投が効く人じゃないとなかなかチームとしてはね、ここ一番で今日は岩崎休んでますみたいなこともね、あの今シーズンもありましたしですね、岩崎は連投が効かないんですよね。その登板間隔が空けば空くほど、まあ、いいピッチングをするってね、金村、ね、去年のねピッチングコーチも言ってましたけれども、まあ、当番間隔を空けて投げさすことができればいいピッチングするんだけども、連投すればするほど球威がなくなってきて、そうするとコントロールもつかなくなったり、すっぽ抜けが多くなったりして、打たれるっていうのが去年ね、よくありましたね。去年ってあの、矢野監督の下でね、2022年ですかね、矢野監督が結構連投させたんで、ね、で、その反省を生かして、今年は連投させないっていう風にしましたから、1年間きっちりと、結果を残せたと思うんですけども、ただやっぱりその、連投がないにしても当番過多になってくると、やっぱりちょっと球速が、脅威が落ちるということになりますから、まあ、抑えとしてはですね、うまいこと使えばいけるんですけども、困った時の、まあ、神様仏様みたいな感じにはならないですから、そういったところが、まあ、ちょっと弱いかなっていう感じですね。一番いいのは、7回ぐらいにこう岩崎がですねいて、で8回9回はピシャッと抑えられる人が、いてくれればのほぼ完璧なチーム構成になるという、まあそういう感じ、ですよね。なので、だからそれがですね、今シーズン、終わったあとすぐね、その戦力外の選手を出して、でドラフトがあって外国人補強があってっていう、このここを見てるともうそれがすっごいわかるんですよね。
ドラフトは右の即戦力のピッチャーばっかり取れましたよね。特に1位に、まあ、3、4は高校生ですけど、3、4。で、5、6も右の、ね、大卒のピッチャー取れましたけども、ここはまあ保険で取ってると思うんですけども、特にドラフト1位、2位ですよね。下村投手と椎葉投手っていう2人をね、取りまして。で、下村投手はですね、まっすぐ151、23ぐらい出るですね。で、コントロールよくこう、キレよくまっすぐバッと投げて、で、そこにカットボールね、が、こう、スパッと決まるみたいな。で、カーブもあるみたいな、そういうピッチャーですよね。で、椎葉投手はもうまっすぐが159かなんか最速出るっていうね、とにかくまっすぐでグイグイ押していてですね、空振りを量産するみたいな、そういうタイプですね。で、ちょっとコントロールに難があるみたいな感じですけども、まあ、藤浪みたいな感じですかね。まあ、変化球もありますね。まっすぐが速いから変化球も決まるみたいな、そういうタイプですね。で、この2人ともですね、まあ、下村投手は先発でももちろんいけます。もちろんいけますが、2人ともこれ抑えでいけそうな感じがするんですね。その、ちょっと前の広島の栗林とかですね、そういう感じに、なってくれるんちゃうかな、ぐらいの期待を抱かせるような2人ですね。下村投手は先発もいけますし、リリーフもいけ、ロングリリーフもいけるかなという感じですね。で、椎葉投手はもう間違いなく抑えというか、その、リリーフ、候補で取ってきてる選手ということですね。で、あと新外国人選手ですね、ゲラ投手っていうのをね、契約しましたけれども、このピッチャーも右のですね、160ぐらい出る、常時右、まっすぐ160ぐらい出て、あとそこに多彩な変化球があるっていう感じで、これももう完全に抑えタイプということで、もう阪神としてもこの抑えピッチャーをですね、とにかく補強しようっていう、もう姿勢が見えてますのでね、このドラフトと外国人選手のね、この補強も、もう本当にこう意図がはっきりわかるっていうかね、とにかく抑えピッチャーを連れてくるんだと。いうことですよね。で、これは、まあ、連れてくるのはいいけれども、取ってくるのはいいけども、活躍するかどうかは蓋開けてみないとわからないので、なので、1人じゃなくて、もうここにもう3人も4人も同じところにですね、補強してきて、この中で1人か2人ね、活躍してくれたら儲けもんやなという、まあ、そういう感じですね。だから、1位に、ドラフト1位にね、下村シーバーと、それから3位、5、6のね、選手、この4人が右の本格派の、いわゆる即戦力のピッチャー、プラスゲラ、新外国人ね、この5人右のですね、即戦力の本格派をこう取ってきてるわけですから、この中で1人か2人抑えなってくれればなっていう、そういう感じでしょうね。と考えると、もしかしたら現役ドラフトでも、そういうですね、右の速球派のピッチャーをですね、が、もし、こう、現役ドラフトに出てきてたら、そこを取る可能性はあるなというふうに思うんですね。まあ、どういうピッチャーが出てくるか分かりませんけれども、どういう選手がね、出てくるか分かりませんけども。ピッチャーはとにかく何人いてもいいっていうね、ことですよね。野手は、たくさんいてもですね、同じポジションにたくさんいても、出番ないですから、だから、買い殺しになるんですよね。ピッチャーはですね、出番、たくさんいてもチャンスを与えることはできるわけですよね。チャンスを与えることはできますね。例えば内野やったらそこのもうレギュラーが固まってたらですね、今の阪神なんかそうですよね。まあ、キャッチャー決まってますね。ファースト大山、セカンド中野、サード佐藤、でショート木浪、もしくは小畑、ここがもうかっちり決まってますから、ここにですね、まあ同じようなですね、年齢のですね、実績のない選手が入ってきても、これチャンスを与えることがなかなか難しいですよね。で、もう代打も代走も出さんみたいなね、こういうメンバーですから、だからなかなかしんどいということですよね。だからピッチャーだったら、ちょっと一回だけ流してみようかっていうのができますから、ピッチャーは何人いてもいいということですね。で、全員が調子がいいということはありえませんから、ピッチャー。誰かが悪くなった時に誰かが良くなるというような感じなので、なので、とにかく、各ポジション、だからピッチャーで言ったら先発、中継ぎ、抑えの右と左に、何人かずつやっぱ置いとかないといけないということですから、そういった意味でいくと、こう右のですね、本格派のピッチャーですよね。それを、まあ抑えとして使えるようなピッチャーを、とにかく今年は分厚く補強したいなという、まあ意図が見えますので、おそらくそういうところを取ってくるんではなかろうかというふうに思いますね。で、このことによって、湯浅浜地にね、火がつかないといけませんからね。湯浅浜地去年ね、ブレイクしたのに今年、ダメでっていうところですから、湯浅浜地が、で、もし取ってきた選手がもしダメだとしても、そこでね、競争を煽ることによって、湯浅浜地がよりね、復活してきてくれれば、それはそれでチーム力の向上になるしということで、まあ、この辺をね、ちょっと分厚めにこう補強しようとしている感じがしますので、だからそんな選手を取ってくるんじゃないかな、というふうに思います。じゃあ誰を出すんやという話なんですけど、阪神の中で実績はあるけれども、埋もれている、もしくは埋もれつつある選手っていうのはですね、
この間、その戦力外通告で大体その辺の選手をこう放出をしましたので、今残ってる選手は基本的には戦力として考えている選手ですよね。でもその中で、まあ、出す選手って言ったらですね、例えばですよ、その、右の本格派のピッチャーを今たくさんね、補強しようとしてると。で、これは若い人をどんどん補強するとなると、そこでキャラの被るところで、ちょっとベテランの人で、埋もれつつある人っていうのは、まず対象になってくるかなっていうふうに思います。要するに同じぐらいのポテンシャルだったら若い方が当然将来性あるわけですから、同じぐらいやったら、そのね、ポジション被るところで、いる同じぐらいの、まあ、能力の選手で年齢の上の選手を出すんちゃうかというふうに考えると、ピッチャーでね、右の本格派で埋もれつつあるってなると、ババとかですね、それから秋山あたりもどうかなという、ね、ババ秋山ですかね、この辺ですかね。この辺が、もちろん阪神に残っていても来年もしかしたら活躍するかもしれないですけど、チャンスがあるかどうかわかりませんのでね、右の本格を今いっぱい取ってきたということは、そっち優先的にチャンス与えていくはずですから、その辺が全部こけて、うわ、もう人おれへんわってなったら、秋山とか馬場の出番になってくると思うんですけど、ちょっとこう回ってくる、順番がね、後ろの方になりつつあるなと。だ今年の高山とかと近いですよね。例えば高山なんかもね、センター守ってる近本が怪我をして、ね、一個ポジション空いても順番回ってこなかったですもんね。だからまあ、馬場とか秋山あたりももうその辺までちょっと後ろにね、回されてしまうと、なかなかちょっと活躍の場はないのかなっていうところを考えると、この辺がね、現役ドラフトで阪神からこう出ていくこう名簿に入ってもおかしくないのかな。でも、秋山とか馬場レベルだったらですね、他のところ行けば十分活躍できますから、取るね、欲しいところもたくさんあるでしょうしね。なので、この辺もしかしたら出ていく可能性があるんちゃうかな。阪神にいてももう本当に出番ないですもんね。ただでさえね、今年ちょっと出番どうかなっていう、今年ちょっとだけ出番ありましたけどね、二人とも。でも、ほぼ、ね、去年までに比べたらだいぶ出番が減ってきて、さらに来年、さっき言ったね、右の本格派のピッチャーが5人も6人も入ってくるわけですから。まあ、ちょっとこの辺がもしかしたら現役ドラフトでね、名前が挙げられていくんじゃないかなというふうに思います。あと野手の方でいくとですね、まあさっきも言ったように、そのこの間の戦力外で大体こう放出をしましたけれども、それでもまだちょっと出番がね、ちょっとやばいんちゃうかなっていう人間を何人かピックアップするとなると、まずは高浜ですかね。渡辺と一緒に日本ハムからね、来ましたけれども、トレードでね、去年来ましたけれども、結局1軍出番なかったですよね。で、2軍で頑張ってましたけれども、そんなに目を見張るような数字を残せているわけでもないし、まあバッティングはすごくいい選手、ね、まあ、それをこう期待して当然取ってきたわけなんですけれども、右の内野手というところが薄かったので取ってきたんですよね。ただまあ、もう内野手はもう ほぼ固定がね、完成しましたから、これ以上、まあ、渡辺もいますからね。渡辺高浜というのはキャラ被りますんで、この辺が同時にいても、やっぱりちょっとね、出番的にしんどいんちゃうかなと。で、北条山本を出してますから、やっぱり右打ちの野手はもうそんないらんよと。で、若いのでね、今年、ドラフトの3、4位で右打ちの内野手ね、高校生を取ってきてますから、もう次の世代はもうこれを育てるんだよということですから、ちょっとこうね、間に挟まって、少し行き場がないようになってる状態っていうのが、まあ、いわゆる高浜選手あたりなのかなっていうふうに思いますから、もしかしたら高浜あたり、こう、現役ドラフトに出される可能性は、まあ、あるのかなと。で、あと外野手もですね、外野手も、森下がある程度目処がついたことによってですね、近本、森下決まりましたよね。で、ノイジー残留ですから、基本的にはもうレギュラー決まってまして、ちょっとまあ競争するにしても、レギュラーをやっつけないといけないということになってますし、で、若手も育ってきてますからね、若手で行くと、野口、いつぼ、前川、この辺が育ってきてますから、次のね、今のレギュラーにいるとか、近本とか、森下のが次の世代ってなると、その高卒のね、若いその辺がいますので、その間に挟まっているあたりの選手がちょっとね、立場が危うくなってきてるんですよね。で、まあ、具体的に言うと豊田とかですね、井上ですね。井上なんてね、ちょっとこの間入ってきてまだ若いなって思ってたんですけど、もうそんな若い言うてる年なんですね。高卒5年目かなんかですから、普通に大卒1年目と同じぐらいの年齢ですよね。だから森下と一緒ですよね。ほぼね。で、同じ、右打ちの外野手ですから、確か同級生だったと思うんですよね、森下とね。違ったかな。まあ同じぐらいですよね。ということは、同じぐらいの、まあ、要するに競争しないといけないわけで、そこで森下がね、最後出てましたよね、ずっとね、日本シリーズ出てましたから。ということは、森下に負けてるわけですね、井上が。
ってなるとちょっときついんちゃうかなと。今まではね、若いからで、まあ残してもらってましたけども、同級生が入ってきて負けたということはちょっとやばいなっていう感じですよね。で、森下が来年活躍してもう確固たるレギュラーのものにするようだったら、もう井上もですね、もうチーム内競争で負けていった、脱落していくっていう形になりますので、もう井上の場合もこれ打てないと話になりませんからね。ダイソー守備固めはできませんから、そんなに足速くないし守備もめちゃくちゃ上手いわけじゃないので、まあ普通ですから、打たないとダメでね。しかも長打力が、まあ持ち味ですから、例えば今のまま1年間使っても多分2割、例えばね、2割2、3分でホームラン15から20ぐらいは打つと思うんですけど、でもそれではやっぱりちょっと、もう無理になってきたっていう感じですよね。これは2年ぐらい前やったら、今の言うたらね、2割2、3分でホームラン15本ぐらい打てば、もうちょっと我慢してね、使ってみようかってなるんですけども、もう森下がこう、いる以上ですね、森下以上の成績を残さないといけませんから、今、井上がね、そこを脅かそうと思ったら、最低でも2割8分ぐらい打たないとダメですね。2割8分でホームランも20本以上は打って、将来的には3割30本ぐらいは打てるよっていう、これを見せないと、やっぱりちょっとしんどくなるのかなというところですから。で、トヨタなんかもっとそうですよね。トヨタも右打ちの、ね、外野手が足らんいうことで、右打ちの外野手を取ってこようということで甲子園で、ね、活躍した実績もありますし、取ってきたんですけど、一軍でほぼ今実績がないですから、でってなると、もうこの、ね、井上豊田あたりも現役ドラフトに出される可能性があるんじゃないかなというふうに思っています。あとね、もう一人ね、長坂ですね、キャッチャーのね。ここも立場的にきついんですよね。何しろその梅野、坂本っていう絶対的ツートップがいますからね。で、二人とも大体今30前後ぐらいですね。梅野が32かな、で坂本が30ぐらいですから、まだまだバリバリいけるわけで、で、この次の世代となると、この、まあ、梅野、坂本では、おそらくあと5年、うまくいけば10年ぐらいは多分ね、いけると思うんですね。まあ5年は2人で多分いけますから。で、この次の世代をもちろん育てないといけないんですけど、ってなると、例えばですね、坂枝でも、ちょっと、もうね、5年後だったらもう坂枝でも30ですから、もう一個下の世代を育てないといけないですね。だから坂枝はもちろん、育てないといけないんですけども、もう一個下の、今からドラフトで高校生取ってくるみたいなぐらいのを育てていかないといけないっていうことですから、今、梅野坂本がいて、次に坂枝ぐらいの世代がいて、で、もう一個下に、育てないかん世代がいるってなると、長坂が出る場所がないんですよね。例えば一軍にキャッチャー置いとくとしてですね、もう梅野坂本は外せませんから、で、キャッチャー3人体制で行くとなったら、もう一人置くんですよね。で、今までの順番でいくと、当然ここ長坂なんですね。年齢的にもね、実績的にも長坂なんですけど、もうこれ以上ですね、30前後ぐらいのアラサーのですね、キャッチャーを3人も置いとけないですね。1人は若手を入れて、勉強さなきゃダメですからね。試合に出れないとしても、1軍のベンチにずっといるだけで、やっぱり1軍の勉強はできますから、ここは若手入れなきゃダメだと思うんですね。ってなったら、今のところはこう、坂枝が入るかなというところですから、長坂がこう、いる場所がないわけですよね。で、じゃあ2軍でずっといるか、2軍は2軍で若手のキャッチャー育てないといけませんから、そんなに長坂がですね、2軍にいても出る場所がないということですね。長坂ももう29か30ぐらいですからね。ってなると長坂あたりもこう出される可能性があるんじゃないかなという、まあそんな感じですよね。まあ、もしこれ多分梅野も坂本も二人とも怪我していなくなったりしたら、当然長坂がね、今一番実績ありますから被る可能性は高いと思いますけども、まあそれはちょっとね、考えづらいので、どっちかはいるでしょうから、どっちか怪我してもどっちかいますから、やっぱりなかなかここに割って入るっていうのはちょっとね、長坂はきつくなってきたんかなというところですよね。で、もし二人怪我したら、やっぱり坂枝を使ってほしいっていう風に なると思うんですよ。やっぱりね、年齢的にもですね。ってなったら、やっぱりキャッチャー3人体制で行くやったら、梅野、坂本、坂枝かな、長坂はちょっと弾かれるかなというところですから、まあ、この辺が現役ドラフト で出されるのかなと。で、まあ、やっぱり長坂ぐらいのね、キャッチャーだったら多分ニーズあるでしょうからね。まあ、この辺が、まあ、もしかしたら阪神からね、出ていく名簿に名前が入ってくるんちゃうかなというふうに思っております。この名簿公表されないはずですから、まあ、もちろん選手からしたらね、自分出されるっていうね、そういった あれはちょっと嫌だと思いますので、まあ、誰がね、名前上がるか分かりませんけども、まあ、実際にね、移籍すること、ということになればこれ分かりますけれども、今言うたんですね、ちょっと整理するとピッチャーで言ったら秋山、馬場ですかね、秋山、馬場、内野手で言うたら高浜、外野手で言うと、井上、豊田ですかね、キャッチャーで言うと長坂、この辺が阪神からおそらく出ていく可能性があるかな。で、阪神が取るとしたら、
今の感じでいくと右のピッチャーを取ってくるんじゃないかな、本格派のですね。まあこれが出てなかったら別ですよ、そういうピッチャーがいなければもちろん他の選手を取ると思うんですけども、優先順位としては右の本格派のピッチャーを、連れてきて、この辺をね、湯浅浜町あたりと競わしていくんちゃうかなというところですよね。まあ他取ってくるとしたら、どこを取るかな、まあ正直ダイソー要員もいますしね、代打の切り札になるような人は当然現役ドラフトには出てきませんから、ってなったらやっぱり、たくさんクビにした外野を取るのかなっていう感じですかね。外野で、まああの大きいのが打てるような外、まあ、細川みたいなのがもし出ていれば取ってくるかもしれませんけれども、まあピッチャーでしょうかね、まあ、ピッチャー、右の本格派のピッチャーを取ってくるんじゃないのかなという感じですかね。はい、まあちょっとね、8日の日を楽しみにしたいなというふうに思っております。はい、ということで今日はね、現役ドラフトをちょっと展望ということで、まあ予想ですかね、するようなお話をさせてもらいました。またね、現役ドラフト終わったらちょっと振り返ってお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで今日はこのあたりにしたいと思います。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。